こんばんは、ぶっちゃけ丸です。今日はですね、EDR、イベントデータレコーダーですね、これがですね、来年7月から日本の、新車でもですね、装着が義務化されますよっていうことですね。で、この、EDR っていうのは一体どういうことをするんですかっていうと、一定以上の衝撃が加わるとその前後の速度、ブレーキ操作、ステアリング操舵角、衝突の大きさ、シートベルトの装着状況、エンジン回転数、アクセル回路、シフトポジションなど、車両の挙動に関する詳細な情報を記録するっていうものなんですね。2007年以降に発生したトヨタ車の意図しない急加速問題に関してなんですけど、アメリカ政府が開いた公聴会において、自動車メーカー自ら解析した EDR のデータは信頼性に欠けると指摘を受けたことから、アメリカでは市場で入手できるツールで EDR 読み出しを可能とすることを2012年に義務化、韓国では2015年に法制化され、ヨーロッパでも2020年に、EDR 搭載が義務化される予定になってますということですね。で、自動車基準調和世界フォーラム、WP29 ですね。でも、自動運転車および従来車の具体的な検討項目として、EDR 搭載義務化が新たな世界基準の、策定項目に加えられているんですね。自動運転等々でね、例えば事故が起きたときに、ヒューマンエラーなのか、システムの不具合なのか、こういったことをね、調べるのにも、非常に役に立つんじゃないですかってことでね、非常に期待されてますということなんです。で、あとですね、この EDR がね、ちょっと注目されたのは、池袋の暴走事故でね、飯塚幸三被告が、自分はね、アクセルペダルをね、こう踏んでませんよ、ね、車に不具合があったんですよ、だから暴走したんですよというね、供述していて、それに対して検察は冒頭陳述でね、事故を起こした車両は半年に1回の点検を受けており、事故直前となる2019年3月の点検でも不具合はなく、事故当日もアクセルペダルの異常を示す故障の記録はない。だが、事故発生時にアクセルペダルを踏み込んだことを示すデータ、ブレーキペダルを踏んでいないことを示すデータはあると、こういうふうな、主張しています。これがね、EDR で記録されたデータを、読み取り出してですね、それで、冒頭陳述にね、活用されてるんじゃないかなと、こう思うわけなんですけども、ただですね、これちょっと工学的な話になるかもしれませんけども、飛行機の場合、コックピットボイスレコーダーと、フライトデータレコーダーというのをね、特に大型の旅客機とかみんな、搭載してるわけじゃないですか。で、事故の時にはそれがね、非常にこうね、事故調査に有効に活用されてますよということなんですね。これと、ある意味、自動車の EDR よく似たものになるんじゃないかなと思うんですけども、ただ記録する情報が、車両の情報なので、フライトデータレコーダーに近いのかななんてちょっと思うんですね。で、一つね、ぶっちゃけ丸が指摘したいのはね、アクセルペダルを全開にしていましたということがデータ残ってますよって言ったときに、これ、どういう意味なんですか。ちょっとアクセルペダルにセンサーをつけて、あるいは、その圧力センサーでもいいんですよ、加速度センサーでも何でもつけて、でそれが急な動きを示しました、だからアクセルを、強くね、操作したことが証明できますよねって言うんじゃないですかね。スロットルバルブが全開になって、でその全開になるのはアクセルをいっぱい踏んだからでしょって、それで、アクセルが全開になりましたっていうお話なんですよ。例えばですけど、コンピューターでもね、機械でもそうなんですけども、やっぱり人間作るもんですから、完璧なものとはないわけですよ。で、想定しうることを考えれば、誤作動を起こせばスロットルバルブがですよ、全開状態になって急加速する、意図しない急加速をするってことは、
理論上ゼロではないんですよね。極めて確率的に低い、そういったことは言えるとは思うんです、今までのね実績を見れば。でそうするとあのアクセルをまあ目いっぱい踏んだからそうなったっていうんであれば、まあワイヤーでつながってればそれはもうほとんど証明できると思うんですけど、今のようにねワイヤーがつながってませんよっていうのは車がほとんどですから、電子制御ですからね。あのじゃあペダルの近くにカメラつけて足の動きもね映像として残した方がいいんじゃないですかと、ぶっちゃけまで単純にそう思いました、ね、あのやっぱ何でもそうなんですけど、あのそういう多重にしてですねいろいろデータを取ればより精度が増すっていうのはこれ当たり前の話だよね。だから飛行機もフライトデータレコーダーとコックピットボイスレコーダーっていうのは2つ搭載してるわけですよ。ですから自動車だとあの何ですかこうカメラでねあの前後をこう映しながらね走って事故の時に記録残りますよって、あれもね非常に有効なんですよね。あの車の挙動がもう映像でわかりますからね。であのこの飯塚幸三さんだけじゃないんだけども、あの急発進して大きあの事故を起こしましたという時にアクセルの踏み間違いかブレーキのアクセルペダルとブレーキペダルの踏み間違いだって言うんであれば、一番いいのはその映像ですよね、うん、だからぶっちゃけ丸は、まあ、カメラもねどうせだったらその搭載していただいてですね、そのカメラの映像も、記録するということで、よりねその、まあ、EDR の信頼性が増すというかですね、まあ、保管する形になるんじゃないかなと思って、まあ、ちょっとね少し工学的な検知になったかもしれませんけども、よりですねあのデータの確かさを、まあ、精度を上げるためにですね、車内の操作をするところの部分にもカメラをつけておくと、それで記録を取る、まあ、こういったこともねぜひしてほしいなと思ってですね、まあちょっとねなかなかこういう視点の話がないんで、まあ、ぶっちゃけ丸チャンネルでね、まあもしかしたら使用抹殺のような話かもしれませんけども、ぶっちゃけ丸はそういったことも大事かなと思って一本動画作らせてもらいました。本日はね動画のご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。